じゃないですか。西野さんこんなこと言ってますよ。ロシーじゃないですから。なんとでも電気グループが初めてワンマンライブをやったのが東京タワー。そうなんですよ。まさにここ東展望台前の打ち上げに立つここでライブやったんですよ。どういうことですか。で、何のきっかけで。その時ちょっとね、頭のおかしいイベントがあるから、いまして、でここでやろうっていうふうになって、なんですけど、アンコールのまで時間が伸びすぎちゃって、うん、アンコールがカットになったっていうのがあって、結構厳しかったんですけど、であといろいろね、ここにはね、思い出があるんですよ。はいはいはい、初めて登ったのはいつなんですか。初めて登ったのが多分その時ですね。そうなんだ。子供の頃とか。子供とか、僕ね、子供の頃は、近くにいたんで、そうですけど、東京じゃ僕静岡なんですけど、ですよね、静岡に東京タワーないんで登ったことなかったんで、いやだから修学旅行とかで、ね、いや修学旅行は伊勢志摩に行ったんで、伊勢志摩には東京タワーないんですよ。皆さんご存知ないと思うんですけど、じゃあ大人になって初めて、そうなんですよ。初めて登った時の印象みたいなのありますね。僕実はその他にもね、雑誌の取材とかでも来たことがあって、で3回にあった浪人業館、はいはいはい、あそこからもうめっちゃヤバくって、ジャーマンロックのマリンゲッチングとか、足のテンペとかね、皆さんご存知ですよね、もちろん。知らないの。あ、まあ、そういう、もうめっちゃ、ちょっと、はい、めっちゃマニアックな、俺が大好きなミュージシャンばっかり、浪人業で置いてある、はいはい、日本版マダムタッソがあったんですけど、そこに取材、テレビゴロスっていう雑誌の取材で来て、はい、でその時にオーナーの方から、広島の原爆ドームのプラモデルもお土産でもらって帰ったんですよ。いや、めっちゃ良かったですね。なんでそんなお土産だったんだろう。俺に聞かれたもんって感じですけど。デイブさん、キャリア長いですよね。これそのワンマンでやった時とはだいぶ変わったと思うんですよ。でもね、その時覚えてるのが、やっぱりこの後ろの東京の野球をバックにライブやるっていう、っていうのは特別な状況じゃないですか、はい、なんだけど、ライブやってるこっちとしては後ろの野球があるから全然見えないんですけどね。あ、そうなんだ、うん、こっちをバックに。そう、はい、そう、窓を背中に。背中に皆さん分かりますこれ。それがいつ頃だったんですか。それね、90年90年か。1800まあ、じゃあまだデビューして間もないですバブルの子ですよ。バブルの子だ。花松さんがバブルから。まあ、それがどん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 活躍してきましたけど。そうです。今やもう子供のことを知らない卓球ブーム。わかりますか、本当ね。でも今の時代ってどう思います？もう CD がどん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 売れなくなって、うん、アメリカとか海外でもソロアーティストよりはそういうクラブ DJ とかがすごい話題になって、はい、もうすごい客を入れて、はい、もう大イベントとかやってるじゃないですか、はい、どうですか。 CD が売れない時は皆さん T シャツを売ってください。T シャツ物販です、物販。本当皆さん、本当にプロのミュージシャンこれ聞いてたら、本当物販ですよ、本当に。そうなんですよ。 CD なんかもう売れないですよ、本当に。そうなんですか。でもそういう、まあ、もともとそういうクラブ DJ の、はい、仕事をして、ね、スタートしたので、はい、自分にとってはなんか自分の時代が来たみたいなところはないですよ。今さら、今さら。そういうのは大丈夫です。そういうのは大丈夫です。間に合ってます。